日はその元気な挨拶が僕の心にどれだけ大きく雄大で安らぎと幸せと勇気をくれる出発のエネルギーとなるのか知っていますか。その言葉を聞けたから僕の今日という一日は今まで生きてきた最高のどの瞬間よりもほんの一ミリだけ素晴らしい一日となりました。ということは君のおかげで僕の今日という一日が人生で一番幸せな一日を約束されたということだと今気づくことができました。あんなにも幸せな日があってこんなにも言葉にできないほど感動した日があったけれどももしかすると今日という一日はその日よりも素晴らしい一日になったのかもしれない。こんにちはと元気に挨拶をしてくれた君の存在は君が思っている以上に僕が思ってる以上に素晴らしい存在なのだと気づくことができました。この世紀の最高の大発見を僕は一番最初に出会った誰かに思いっきり幸せ全開の笑顔で五文字の言葉に込めて大きな声で伝えてみようと思います。こんにちはこの言葉を聞いてくれた目の前の人も僕と同じように人生で一番最高だ一日となるんだろうな人生で一番最高な一日となるんだろうな。